梶原影久は、戦国時代の武将、平次郎、源左衛門の城、忌名は、影義友、織田屋御将の梶原松千代の父、羽黒城主尾張国の住民で、織田信長の家臣、羽黒城主、尾張梶原氏は、梶原影時の後栄で代々羽黒を領していたという。改名前に、梶原平八郎を称した、段忠政は、 終わりかじわらし一門と見られるが詳しい関係は不明である。A62 年8月、大川地上の戦いに参陣。元気元年8月には、野田城、福島城の戦いに従軍し、同年9月からの滋賀の陣にも参戦している。天正2年7月より行われた3度目の長島、一向一騎討伐では、織田信忠の指揮下に入って一江口より攻め込んだ。 同年9月29日には、一騎軍の捨て身の特攻に相対して迎え撃ち、奮闘するも負傷したという。天正10年2月には信忠に従って、公衆征抜に出陣。同月16日の鳥居峠の戦いでは、木曽義政に火星として、駆けつけ勝利に貢献した。同年6月2日の本能寺の変で、明智光秀と戦って討ち死にしたというが、 信長後期などでは戦死者の名簿で確認が取れない。しかしながら、変後に、羽黒城は、廃城となっていて、小牧、長久手の戦いの時点では荒廃しており、影久の名もこれ以後の記録には一切登場しなくなる。ありがとうございます。